ギリギリまで粘ってるんだろう。いやーすげえわ、上には上がいるって思ったわ。上には上がいるって、高みを見た。お前たちの方が先生だな。サウナの後の水風呂かって試したこともないな。今日は教わることが多いな、チャップ。辛いけど我慢なんです。うぐスーって白目を向きそうだ。またなバサー、ちょっと近づけたかな。うん、ラッコ3回が続いたな。ゲームの話か。えへへ、どれやってみるか。え、月刻カチカチって人差し指のタイピングは俺も親近感が湧くわ。行くぞ。無月刻上失敗。まずは民衆を仲間に取り入れないと。月刻上成功。お主は1021。お前たちの方が先生だ。2個。この辺がラッコさんもな、できた男っていうのが見えますよね。ここでん、こんなんあれやしって言ったら和紙になってしまうわけじゃ。こんなんあれやしって若いやつの方がうまいしとか言い出したらもうダメなんよ。その点ラッコさんは違うね。できるやつには敬意を持って言う、これが大事なんだって。それができるのが本当の強い男っていう。上位ランカーよやっぱり。俺やったらのだまっとるな。悔しくないしって見習おう。せやな。ワイの負けやでって。ただ今日俺は壊すかもしれん、残念ながら。今まで美味しい馬味やったかもしれんけど、飯まずなことが起こるかもしれんけど、そこは許してくれ。それだけはもう先に謝っとくわ。大工の50連とかな、夜桜旋風の80連とか、豚の70億の絶賞ボーナスからの30連とか、この辺も期待しとってくれ。か、お気どきの感想な。で一番やばいとこで、アバサーの5000枚。寝言は寝て言え。知らんぞ。そろそろ俺の封印しとったもんが爆裂する可能性があるけんの。もうタバコ吸わんし、そしてもう結果だけ見せるわ。もう俺も写真撮るも疲れてきたし、そろそろ当たりました、断念しましたっていう簡素な、それはそれは簡素な紙芝居が現れるかもしれんぞ。それではお疲れ様でした。震えて待っとってくれや。チャオです。